きちんと態度を表明する責任が自分にはあると思っておる次第であります。 自民党の総裁選挙がいつあるかまだ分かりません。まだ正式に日にちが決まったわけではありません。共同さんの配信かもしれませんが、地方紙には総裁選一騎打ち、憲法と地方創生が争点と、勝手に争点を決めていただいてありがとうございます。それだけが争点なのではありません。外交であり、安全保障であり、社会保障であり、 経済であり、教育であり、すべての分野にわたって、国民に、有権者に自らの考えを誤りなく提示をするということが必要であります。ビニール際にわたって知っている必要はありませんが、いかなる論争にも耐えるということでなければなりませんし。 官僚や学者が説明するわけではありませんので、話していることがきちんと国民に、党員に伝わるということになければなりません。そのための努力にはなお少し時間を要すると思っております。そういうものが揃いましたときは、きちんと態度を表明する責任が自分にはあると思っておる次第であります。